メタルギアソリッド2にメタルギアソリッド2サンズオブリバティメタルギアソリッド2サンズオブリバティ略称 MGS にはコナミコンピュータエンタテインメントジャパンが開発しステルスゲームである世界で700万本を達成するシリーズ最高の売り上げとなっているメタルギアシリーズ第4作目にあたる物語のテーマはミーム文化的遺伝子 今作からプラットフォームをプレイステーション2に移行し、記憶媒体として DVD r o m を採用した。これによりグラフィックやシステム面での性能が向上し、要所にポリゴンでもムービーを挿入することで映画のような演出も可能になった。3DCG モデルのポリゴン数を抑え、ライティングにプレイステーション2の計算能力を大きく割り当てて制作さており、ミドルポリゴンを自称している。 この制作方針により、ゲーム内の場面に応じた雰囲気や空気感の演出に成功している。なお、欧米では、XBOX 版 MGS2 サブスタンスも発売されており、この作品は、メタルギアソリッド V の発売までシリーズ唯一の XBOX 作品でもあった。メタルギアシリーズで初めて、ドルビーデジタル 5.1CH を採用した作品でもある。 PS2 版はオープニングデモムービーとエンディングデモムービーのみ対応し本作の HD エディション PS3XBOX360 と界隈のみで発売された x b o x 版サブスタンスはゲームプレイ中も含む全編 5.1CH サラウンド対応である。HD エディションはドルビーデジタル、リニア PCM、DTS の 5.1CH 対応。 悲劇的なななだけででく、それまのののどのゲーームジャンルともも異なっており、何百万人ものプレイヤーに衝撃を与えた。最初のポストモダンのゲームと言われ、錯綜するストーリーと不条理なキャラクターによる個人の忠義と真実というテーマは、メタルギアソリッド3に引き継がれたが、キラー7のディレクタースダ51など、他のクリエイターにも影響が見られる。ポスト真実の未来を予見したとも言われ、 当時 Facebook は存在していなかったが、そのニュースフィードのアルゴリズムがもたらすものが描かれていた。明らかになった敵は、物理的なロボットなどではなく、デジタル化の進行によるミームの飽和と劣化から、人類を守るため世界の情報を検閲、操作する AI である。ビデオゲームの芸術表現の一例としてもよく、言及される。基本的に前作を踏襲するが、主観視点で武器を扱える。 倒れた相手を抱きかかえて引きずる、敵をホールドアップさせるといった新要素が盛り込まれた。武器及び装備品の選択画面も変更され、前作の L 字型メニューから種類を縦に配置し、それぞれが横に展開する階層型を採用した。麻酔銃、狙撃ライフル含むと日本刀の峰打ち、月を除くが導入され、これを活用することで敵を、ボスも含め、 スコア上は一人も殺さずにゲームを進めることができる。敵の殺害数はゲームクリア後の評価の一つとして表示されるため、いかに少ない殺害数でクリアできるかに挑むこともできる。本作はタンカー編とプラント編の二部構成になっており、それぞれ年表ではマンハッタンオッキタンカー沈没事件、ビッグシェル選挙事件と呼ばれる。インテグラルに引き続き、 今作でも難易度が設定できる。難易度によって、装備品、弾薬の最大所持数、敵兵やボスの耐久力、巡回ルート、地の量、達成しなければならない目標が化する。本作では初めてゲームをプレイする際に、アクションゲームが得意かや、前作を知っているかといった質問が行われ、選択した内容によっては高難易度が選べない、場合がある。サブスタンスの場合、 全ての難易度共通で、日本版と比べて監視カメラの台数が多くなっている。難易度ごとの強弱、大小の比較は、ノーマル、日本版ハードを基準として表記。どの難易度でもレーダーをオフにすることが可能。この設定だと、濃度にアクセスしてもソリトンレーダーが表示されなくなる。また、ハード以上の難易度では敵兵に見つかると、ゲームオーバーになるかどうかが設定可能。 2002年12月19日に発売された拡張版。日本語音声から日本語字幕付きの英語音声に変わり、新たな難易度とモードが追加されている。このほか、赤外線ゴーグルの画像が温度変化に合わせたサーモングラフ状になる、出血表現が増えるなどの変更点がある。ステージクリア型のモード。仮想訓練を模した VR ミッションズ。 全350種類と本編のステージを利用したオルターナティブミッションズ全150種類がある。開始時にプレイヤーはいずれかのキャラクターを選択し、キャラクターによって VR 訓練の内容が変化する。条件を達成すると使用できるキャラクターが増える。スネークが主人公の外伝でステージはタンカーやビッグシェルなど 本編のものだが、パラレルワールドの設定になっていて、物語につながりはない。デモシーンは用いられず、ストーリーの合間合間に文章パートが入る。キャラクターの言動がコミカルなものに変更されるなど、登場人物の性格設定も一部変更されている。エピソードは5種類あり、それぞれの頭文字を並べると、A、B、C、D、E のアルファベット順になる。 プレイヤーの行動によってシナリオが分岐するポイントがある。難易度は本編のノーマル準拠だが一部を除いてソリトンレーダーが常時オフ、初期装備に麻酔銃がないなどやや高難易度になっている。ミニゲームビッグシェルを舞台にスケートボードに乗って得点を競い指定されたミッションをクリアしていく。2011年11月23日発売の プレイステーション3版及び XBOX360 版2012年6月28日発売のプレイステーションビータ版メタルギアソリッド2及びメタルギアソリッド3の移植版を収録 PS3 版にはゲームアーカイブス版メタルギアソリッドの無料ダウンロードコードを同梱サブスタンスと同等の仕様でサブスタンスの追加要素も含め前編が 日本語音声となっている。このため、数は少ないが、新読された音声もある。サブスタンスに収録されていた VR ミッションズ、オルターナティブミッションズ、スネークテイルズも収録されている、スケートボーディングは削除。本作においてもスネークが主人公であると思われており、予告ムービー等でもスネークが主人公であるような描写がなされていたが、発売一週間前に、 雷電の存在が発表された。シリーズの主人公であるソリッドスネークを操作できるのは助章にあたるタンカー編のみで本作のメインとなっているプラント編での操作キャラクターは雷電のみであるめ、彼が実質的な主人公となった。小島が雷電を主人公に据えた理由として若い女性を新たにファン層に取り込みたかった女性モニターにおじさんばかりが出てくる。 ゲームと言われたからと語ったインタビューの映像が入った特典 DVD が出された後、MGS はそんなナンパなゲームじゃないとする意見も出たが、小島本人はインタビュー向けの冗談であり、真意は新兵の目線で客観的に老兵であるスネークを見せたかった歴戦の勇士、イコールスネークが毎回一からやり直すシチュエーションになるのはおかしいと思ったから、 新しい主役を立てようという発想が出てきたとの趣旨を語っている。他にもサービスを提供してんぼ、お客さんにびっくりしてもらおうと思ったからなどの理由も挙げている。これに絡めてサブスタンスではスネークが主人公のサブストーリーのスネークテールズが用意されその中でライデンに対する自虐的な内容がある。続編のメタルギアソリッド3では 用氏が雷電そっくりの雷コ不少佐というキャラクターや彼に変装するためのマスクを登場させ、スネークが雷コ不少佐に変装した後に2を行うと雷電への批判に関したやりとりが行われたりする。また2005年の東京ゲームショーにてメタルギアソリッド4の前座として4の主役になるために雷電が過去へ、 ビッグボスを倒しに行くが災難に見舞われるというストーリーの特別映像メタルギアライデンスネークイレーザーサブシスタンスにて閲覧可能が上映され映像中の音声としてライデンへのブーイングが起きる仕掛けになっているしかし進化は用事はメタルギアソリッド4の特典映像において主役をライデンにしたことに対する批判はわからなくもないが MGS4 を見ればわかるように 来年を登場させたことを失敗だったとは全く思っていないという胸の発言をしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。